はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は This is a Police の174日目、1月4日土曜日、プレイしていきたいと思います。そうか、1月4日が土曜日だとね、サービス業の方とかは除いて、どうなんだろう。30、31、さらに1、2、3、で、4日土曜、5日日曜っていう形で大型連休になってるんじゃないかな。ユニークな日食が起こると天文学者が発言。どういうのがユニークな日食なんだろう。あとは、フリーバーグの平均寿命6%低下。アティカスタワーで日食を見るイベント開催。ああ、日食系がやっぱり暑いんだな、今。フリーバーグでは。さあ、では、続いて、メモですが、ただより高いものはない。まあ、もう残りの期間が1週間になってるんで、180日で50万ドル、5000万円貯めるっていうね、目的まで、もうあと、本当にね、一週間になってるんで、もう周りの評価はあまり気にせずガンガン攻めていきましょう。で、アイアン。販売期限がつけてるクリームを飼い猫が食べてしまって下痢。今日は一日ついていってやりたい。休暇を取ってもいいですか？申し訳ないね。出てくれ。昨日一睡もできなかった。いや、出てくれ。今日は二日酔い。二日酔いをね、事故を起こすんで、まあ二日酔いは帰らせましょう。ブラド。友人から動物保護施設で手伝いが必要なので来てほしい。休暇を取ってもいいが、ダメだ。もう出てくれ。襲撃事件がね、あるんで、その襲撃事件、まあ、襲撃事件っていうか襲撃計画かな。襲撃計画があるんで、その計画をね、完遂させるためにはどうしても、彼らの力が必要になってきてしまうんで、もうここはね、出てもらうしかない。で、あとは、松陰が前回殉職一人してますからね。シフト A の方に人を追加していきましょう。そうだな、この中で言うと誰がまともそうかっていう話になるんだけど、ロジャーズ派か、反ロジャース派かで雇っていくと、どっちがいいのかな。シフト A の方を見ていくと、まあちょうど半々ぐらいで、まあ強いて言うんであれば、どうだろう。反ロジャーサーの方が多いかな。違う違う、ロジャーサーが多いかなって感じだな。そしたらジョン・シャナをシフト A チームに入れていきましょう。で、リチャード・ヒューズ、市庁舎で23年間夜間警備員として勤務していたが、ついにこの前解雇されたというところに聞き込みに行きましょう。じゃあこれは、5人ですね。お、コードが久しぶりに働いてるな。よく見たら。反ロジャース派、反市長派、5人を送っていきましょうか。大規模な喧嘩詐欺。ライバル関係にある2グループのギャングは特定エリア内での権力をシェアすることに合意。しかし、秩序が乱れ30数人のギャングメンバーを巻き込んだ乱闘に発生。大多数がナイフやクラブを持っており、中には銃器まで、携帯しているものもいる。なるほど。じゃあ、ここは、ブラドに、スペイン、お城。これは、ロジャース派の3人ですね。まあ、残りの期間を考えるともう、本当にあと1週間。今日入れて4週間。おっと、死んだか、アームストロング。これも絶対殺されてますよね。まあ、聞き込みだけしっかりやってくれればいいけど、襲撃事件の。とりあえずもう奥さんには逃げられてしまった以上ね。もうロジャーズを追い落とすこと以外にもう人生の目標がなくなってますからね。どうする？ここプラス、反ロジャーズ派のメンバーを送り込むよりかは、もう3人で対処してもらった方がいいな。まあ、ブラードを送った甲斐がありましたね。しっかり対処してくれたので。まあ、ロジャーズ派ではありますけど、仕事はしっかりやってもらいましょう。で、襲撃事件の方はというと、事件っていうか襲撃計画か。リチャード・ヒューズの元に送っ
ているんで、これちょっと中身見ておきましょうが、ここ数年消費者緊張状態にあってねと、裏口のドアの2つの鍵を閉め忘れただけで私を解雇するなんてよほど被害妄想に悩まされているんでしょう。困ったことにあそこには見張りがいません。警備員はみんな正面入り口の金属探知機のところに配置されているからです。実際は重要な人たちはみんな面倒くさがって裏口を使います。ドアは大きく頑丈ですが、正しい道具さえあれば簡単に壊すことができる。そうすれば視聴者のすべてのエリアにアクセスができる。これ侵入部隊をやっぱり裏口に配置するべきだよね。鍵はかかってるとは言われているものの、今だと裏口には侵入隊員を入れておきたいよな。あ、ちょっと地図見ますか。裏口にあたる3番には侵入隊員を入れたいね。3番、今ここには突撃隊員を入れてるのか。侵入隊員に変えたい気もするけどな。突撃隊員、侵入隊員、どっちがいいんだろう。突撃ってなんか力押しのイメージがやっぱりありますよね。となると侵入隊員を入れておきたいよな。ちょっとここは現状維持にしておいて、襲撃を行う直前に全ての聞き取り情報を確認して、もう一度見直しましょうか。では殺人未遂ですね。俺の双子の悪魔が家に侵入してきて、俺を殺して俺の代わりになろうとしている。頼む、助けてくれ。まあこれは確実に。誤報というか、妄想というか、俺の双子のっていう意味がまずわからないからな。まあもともとは日本語のゲームではないんで、日本語訳するときに変な風に、なってしまってるっていう可能性ももちろんあるんですけどね。まあやっぱり誤報ですね。麻薬が原因という内容です。で続いては器物破損、損壊かな。ガソリンの缶を運んでいる多数の移民たちが公立図書館に乱入、そして東ヨーロッパに関しての本を積み上げ、それに火をつけた。図書館は非常に混雑していて、多くの子供たちもいた。この犯罪者たちはさらに多くの本を火の中に投げ込んでいる。これも完全にアウトなやつだな。ロジャーズ&3人を送り込みましょう。もうロジャーズ&にはね、徹底的に働いてもらいます。さあ、でももう事件の数は本当に減ってきてるんで、今もう22時に回ろうとしてますけど、3件の事件ですよね、今派遣したので。うち1件は誤報だったんで、まあ実質2件ですよね。で、図書館の方です。肥後を蓄えた男が若者の髪を引っ張り、燃え盛る本の山の方へ引きずっている。共産主義者はピアスなんか認めなかった。しかし、今お前は真の市民となり、正当主義の炎に浄化されるのだと。ズボンを下ろして消化される。そんなに勢いのあるもん出せるか？さすがに無理だろう。ガソリン撒いてるんでしょ？だって。直ちに彼を解放しろ。男にタックルして、胸を背後でねじる。腕を背後でねじるか。まあ、取り押さえるってことですね。まあ、取り押さえましょう、ここは。何？三人死んだか。いやー、ブラド、スペイン、お城。いや、この三人もすごく頑張ってくれた三人なんですが、三人一気に死にましたね。これで、ロジャーズ派が一掃されたな、シフト B から。もうこれでいいのかっていうのはありますけど。誘拐事件の方は新しい写真はないか。誘拐事件の方、本当に写真がないとこの先進められないんだよな。もうちょっと頑張ってほしいなって感じはするけど。さあ、このまま事件がなくフィニッシュかな。そうですね。ポーカーの誘いが来てますが、まあ、ポーカーはやめておきましょう。大して金儲けにならないんでね。アームストロングも死んで、ブラドも死んで、スペインも死んで、大城も死んだと。岸辺も死んだが、これで4人今回一気に損失したんだな。はい、というわけで174日目、1月4日土曜日は、一挙に刑事警官合わせて4人を失いましたけど、まあ、
ロジャーズ派の3人の警官が死んだって感じですかね。はい。では、この続き、1月5日日曜日、大型連休最終日、次回プレイをしていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。